どうも、こんばんは。カズチャンネルのカズです。うわ、今回やりすぎたわ。いや、ちょっとサムネの写真見たと思うけど、車ギリだった、あれ。パサートで、ギリ入るぐらいの物量をね、今回買ってきてしまったよ。まあ、最後でね、合計金額も言うけど、でも、ロマンはあると思う。というわけで本日はね、買ってきたものご紹介いたしましょう。まあ、ちなみに、点数がすごいことになってて、じゃじゃーん、これ伝票でございます。えげつないなー。いや、今回ね、わざわざ福井から神戸の池屋まで行ったんだけども、片道大体3時間半ぐらいかな、泊まり込みで行きました。まだその時の動画も多分アップされてるんで、もしよかったら見てください。まあ、ほんで、まあ、地味なもんから言うとね、でげんと、これまあ、提灯みたいなやつね。ちょっと照明でなんかいろいろ工夫したいなと思って、とりあえず買ってきた感じ。こういうやつとかだとね、なんか400円とか500円とか、まあ、かわいいもんなんだよ、これは。IKEA だからものすごい安いっていうわけでもないんですよね。うん。その前にやっぱ交通費とかいろいろその他ものものかかってるからね。うん。ただね、ロマン、ほんとね、ロマンなんですよね。IKEA ちょっと DIY しやすそうなものがいっぱいあったから、それすごい楽しかった。じゃあ小物系行ってみよう。ベン。これ花いけるみたいです。お嫁さん買ってました。ベン。あ、これ違う。その手前のアウトレットで買ってきたね、 T シャツ。これ超可愛いでしょ、チェリーね。うん。いや、これじゃなくて、ベン。いや、これなんだろう、多分なんか磁石でくっつける、おしゃれチックなやつだと思うんだけど、まだまだ他にもベンと、これキッチングッズね、これ入れるやつね。いや、ほんとなんでもあるんだよね。あ、ほんで、そろそろガチのやつだな。ベン。これおしゃれななんか入れるやつ、ベン。時計。もうあとはね、組み立て必要な、まあ、ちょび DIY コーナーになってきます。軽いのからいくとね、ブンと、まあ、これはね、また紹介するけど、穴んぼいっぱいあるよね。つまりはムンと、はい、こちら1枚あたり1800円ぐらいするのかな。ちょっと高いんだけどさ、端っこがすごい便利で組み合わせしやすいの。手作りの棚もいいけど、 IKEA のおしゃれなやつやりたくて、これはただの箱。これも細々したやつな。まあ、あとしんどいからカメラを動かしながらでいいか。もう本当わかりにくいと思うんだけど、ブーンと。まあ、これとかは板的なやつですね。ほんで、こちらがね、まあ、壁付け用の金具に、これはフロントのパネルに、ここにね、いっぱい置いたのは、これ収納の棚とかそういったやつやと思う。ほんで、ブーン。これも棚の一部。こちらもね、棚の一部。これもね、棚の一部。以上です。いや、これすごい分かりにくいと思うけど、今、キッチンの棚ないじゃないですか。それの部材でございます。ちょっと待って。どっかあったような気。ちょっと待っててね、今。紙持ってくるわ。なんかね、紙なくしちゃったんだけど、昨日やったのがこれ。わかる？これ、みんなもネット上からすることができるんだけど、ベスタっていうのかな？ベストか。IKEA のベストって、なんかちょっとしたアプリケーションみたいなのがあって、ほら、わかる？これ、今どんどん積み重ねてんの。これいろんなものを組み合わせて、自分だけのやつをね、作ることができるんだよね。またこれ引き出しタイプとか、棚タイプとか、正面の扉つけるとか、まあ、そういうのを組み合わせて、キッチンの、家具作りってのを、半分オリジナルみたいな形で組み合わせて作ってくるのがすごい楽しかってさ、それで、いろんな材料買ったわけでございますよ。まあ、ポイントで言うと少しね、オリジナリティがあるのがポイントだけど、既製品でそういった似たようなのを売ってるんだったら、そっちの方が安くあったりとかするもともあるわけで、まあ、どっちがいいとは言わないんだけども、ある程度は安い。キッチンのガチのやつって言うとやっぱ2、30万いったりってね、まあ、ザラなんですけども、今回のやつだと、まあ、また今度組み立て動画出すと思うんだけど、キッチン一式で、6万円ぐらいでございました。まあ、またね、楽しみにしててください。ほんで気になる総額なんですけども、ブルルルルルじゃん。113,978円。使ったなぁ。あ、ただね、いや、IKEA の回しもんじゃないんだけどさ、今なんかキャンペーンやっててさ、みんなが行く時期知んないよ。キャンペーンがやってて、なんと、2割返ってくるの。ほんでね、じゃーん。見てこれ。22,796円使えるカードをいただいたので、7月、仲間でしか使えない。まあ、遠いんだけどさ、また行くしかないね。いや、でもすっげえ楽しかったな。ちょっと DIY 性があってさ、また後ろの棚とかもね、どんどん組み立てていこうと思うので、まあ、またよかったらね、こちらのチャンネル見てください。ほんで、やっぱ前も言ったけど、コストコに行くような感じ。初めてコストコに行って、いっぱいありすぎて何買っていいか分かんないみたいな、
まあ今回めっちゃ買ったけどさ、そういう状態に軽く陥ってたので、次行くときはね、もうちょっと計画的にいろいろある程度の時間で回れるようにしたいなと思います。ちなみに9時に行って IKEA 出たのが2時頃でございました。わ、ほんと見るとこいっぱい、まだ足んねえかったんだけどね。以上ね、IKEA での初めてのお買い物でございました。前和江ちゃんと行ったときは自分買い物してなかったからね。じゃあ本日はこんなことで、バイバイ。